どうも、みつみついと申します。私ですね、デデンネというポケモンが非常に好きなのですが、色違いのデデンネを一匹も持っておりません。過去作やポケモン GO でもデデンネの色違いを一匹たりとも持っていません。さすがにそろそろデデンネの色違い欲しいと思い、今回は何が何でもデデンネの色違いをゲットしていこうという動画でございます。はい、それではね、早速やっていきたいと思います。デデンネの色違いをゲットする場所は、こちら、北3番エリアのとある岩場の上でございます。北3番エリアで遭遇パワー電気を使うと、基本的にはデデンネしか発生しないという状況になるらしいので、こちらの岩場で早速ね、デデンネを厳選していきたいと思います。はい、まず手順としましては、まずはレポート、はい、レポートにしっかり書き残したら、こちらでピクニックを行います。なんとこうね、ピクニックできなそうでできるんですね。絶妙にうまいこと調整すればピクニックができるというね、こんな場所で本当にピクニックできるんかいって感じですけど、なんとできるんですね。これピクニックと言えんのかね。岩場に机を置いてみんな斜面に立っておりますけども。それではね、早速この場所で料理をしていきたいと思いますと、料理はフリーモードでやりまして、まずキパプリカを2つ、そしてアーリーレッドを1つまみ、トマトスライスが1つ、ピーマンスライスが1つ、そして秘伝スパイスは何でもいいので2種類と、そうですね、今回じゃあ辛スパイスと甘スパイスというね、そういう相反する調味料を入れて未知な料理をね、ちょっと作っていきたいと思います。ピックはまあ何でもいいんですけど、まあ、赤い旗ピックでね、可愛らしさをアピール。はい、2種類のスパイスがかけられましてですね、そうね、今回具材が多いからね、結構難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあなんとかね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。これがね、あんまり私得意じゃないんですけど、今んとこいいんじゃないか。まずはピーマンスライスから。黄色乗せる隙もあるかな。おお、大丈夫大丈夫。皿のこの辺普通に底が透けてますよね。おい、いいぞ。よし、でパンは捨てます。パンはもう、パンはね、もうなるべく遠いところで捨てます。よしよしよし。でピック大丈夫か、これピックこの辺とかならいけるかな。なんか隙間を縫って刺すとか。よしよし、いいぞ。オッケー、パンの上に野菜を乗せたものが出来上がりました。このアーリーレッドのバランス嘘でしょ。嘘みたいなバランスでなんか成立しておりますけども。はい、これをね、皆さんで食べましてですね、はい、美味しい。はいはい、みつみつのね、オリジナルサンドね、サンドしてませんけども、これで輝きパワー電気、二つなパワー電気、遭遇パワー電気がつきました。はい、これでねピクニックをやめて、はい、ね、デデンネがたくさん出ております。はい、はい、デデンネがたくさんおりますが、色違いはいない感じがするので、ピクニックを開いてすぐに閉じて、もう一回湧くのを見ると。でまあ色違いはいない感じですかね。デデンネの色違い別に全然わかりやすいんだけど、あれだね、夜だとちょっと見づらいですかね。なんかルチャブル普通にいるし、遭遇パワー電気なのにそれを突き破ってくるルチャブル、なかなか見どころがあるやつなのかもしれない。なんかエクスレックも普通にいるし、なんでこの遭遇パワーを突き破ってあいつは普通に出てくるんだ。わあ、すごい。いやすごいですね。いやすごい、デデンネがいっぱいいますね。こんなことやってるとあれだな、ピクニックの、ピクニックじゃないわ、サンドイッチの時間がなくなるから。ん、ちょっと待ってちょっと待って、え、もういない、え、マジで。ものの10分とかで出たんだけど、は早っ。え、もっと沼ってどうのこうのみたいなことを考えてたから、逆に動画としてはちょっとあっさりしすぎてしまいますけども、え、マジでラッキー、ありがてえ。まずじゃあデデンネを寝かしていきまして、デデンネにそっと優しく峰打ちをしまして、はい、デデンネ寝ております。通常食のデデンネもね、なんかじっと見守っておりますけども、この戦いを。え、いびき、ちょっとメタられてるメタられてる。うわ、ラブラブボールとか入れたいけどな、これ頼む、ちょっとラブラブボール入ってくんないかな、行ってくれ、ラブラブボール入れ、ラブラブボールに、行け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 、よーし入った、やった、色違いデデンネをラブラブボールに入れることに成功、ミッションコンプリート。人家の電気を尻尾で吸い取り充電するっていうね、電気代が上がってる昨今としてはね、あまり可愛くないデータが書いてありますけども、はい、色違いデデンネはチョコみたいな色、そしてね、女の子ということでね、チョコ界の女王になってほしいという意味で、チョコクイーンという名前にしました。これからね、チョコクイーンをね、対戦でもね、どんどん使っていきたいなと思います。
まあ、2匹目のね色違いでデデンネはゲットできなかったんですけども、まあ、とりあえずね1匹ゲットできたということで、まあ、その辺はね非常に良かったなと思います。早速洗ってあげましょうか。よいしょっと。ポケモン SV って頬袋触ってもなんかバチバチみたいにならないんだ。あとデデンネ体ちっちゃいからこう泡つけられる部分が少ないな。おでことかつけられないんだな。あ、尻尾はつけられるんだね。シャワーに切り替えて、よいしょっと。お、綺麗になったかな。あー、かわいいですね。色違いでね、頬袋が白いところがいいですね。おー、寝とる寝とる。かわいい。あー、これはいいですね。取っておこう。あ、なんか、お前、横切るんじゃない。よしよし、取れた取れた。いいのが取れましたよ。良いですね。まあ、ちょっとね、私、色違い厳選、まだまだちょっとね、不慣れなもので、まだあんまりね、良い手つきではなかったですけども、まあ、なんとかね、運よく、色違いででね、ゲットできましたので、まあ、皆さんもね、ぜひ、色違いででね、ゲットしてみてくださいませ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。お疲れ様でした。